どうも、お酒を渡しなってかまさやんです。こんばんは。今日2021年6月の30日でございます。本麒麟です。新本麒麟飲んでおります。今年も半分が終わりました。いかがお過ごしでしょうか。本当ね、コロナの半年間であったと思います。私もそうです。はい、いやー、今年残り半分どうなるかはちょっとわかりませんけどもね。はい、バチコリやっていきたいと思います。ということで、第三国志、今日はガチャです。ただしガチャは回しません。ガチャについて物申す動画でございます。本日メンテナンス明けより S 限定復刻ですね。ガチャ10面埋伏、はい、来ております。はい、まだ回しておりません。はい、でね、私前回の動画で言いましたけど、闇です、闇が来るぞと言ってるんですが、まあ、第三国志のガチャについて触れる前に、ちょっと最近ね、先日、ソシャゲ界を、まあ、揺るがすというかね、話題沸騰のね、ガチャに関するね、話題がやばいことになってるので、それについて語っていきたいと思います。ということで、消費者庁よりね、ニューリリースということで、株式会社グミ及び株式会社スクエナエニックスに対する景品表示に基づく措置命令ということでね、来ております。はい、今回対象となっているゲームは、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス幻影戦争ということでございます。私も実はね、やってました。1ヶ月ぐらいやったんじゃないかな。無課金で、1円も入れとりませんが、無課金で、やっておりましたが、今回それがね、景品表示法に違反する行為ということが認められたということで、措置命令ということでございます。はい、この話っていうのは結構前なんですよ。炎上したのは結構前で、1周年かな、このゲームの1周年の記念ガチャがやばいということで、結構考察系の YouTuber には取り上げられてて、中井戸さんとかね、有名どこと言えば中井戸さん、僕見ましたけども、はい、内容からすると、まあ、ガチャというのは、まあ、大体の仕様というか、まあ、一回抽選ですね。ガチャ。一回抽選。一回ごとに、まあ、抽選してますよ。でもそれぞれね、アイテムだったり、キャラクターだったりが、それぞれ確率があって。まあ、それ一回一回抽選してますってことになってるんですが、このゲームにおいては、まあ、10連ガチャにおいては、一回一回抽選してますよって確か表記されてたんですが、実はテーブルガチャって言われるやつですね。あ、もう10個セットになってる。10個セットになってて、まあ、それが何パターンかあって、それでガチャを抽選してるということですね。はい。これなぜ発覚したのかというと、まあ、ツイッターでみんな爆死したとか、バーって貼るじゃないですか。第三国志の。10連ガチャの言ったら、全く同じ並びの、全く同じ内容の、ガチャが出てきたということで、それが複数目撃されたってことなんですよ。で、それがなる確率っていうのはもう天文学的数字で、それはないだろう。これはもう、あらかじめパターンが決まってると。うん。いわゆるテーブルガチャじゃないかと。いうことの疑惑が持たれて、まあその時もかなり炎上して、まあ返金だったんでしたかね。で、何かしら不具合とかなんとかって、まあ、発表があって謝罪して、詫び石みたいなの配ったのかな。ということで、終わってたんですが、やっぱりそういうユーザーからね、多分消費者庁に、すごい、通報があったんですかね。消費者庁も動いて、まあ、調べた結果、それが認められたと。テーブルガチャでしたよ、ということでございます。で、スクエアニックスも開発に携わってるのかなわかんないですけども、まあ、販売元でもありますし、今回措置命令が下されたということでございます。ただ措置命令といってもね、この景品表示法がざるというか、まあすんません言うて、今回またお詫びし配るみたいですけど、すんませんって、お詫びしますみたいな、配っときますみたいな形で終わって、なんか例えばね、業務停止命令とかさ、そのゲーム自体が停止とか多額のそういう罰金みたいなことはないんですよね。ないんです。ということで、これでいいのかということは、まあ、今の景品表示法そのものがね、まあちょっと緩すぎて、今後本当1兆円産業ですよ。みんな1兆円ガチャしてるんですけど、ソシャゲにね。やっぱり、しっかりね、こんだけ市場規模が大きくなったので、
厳しくしてほしいですよね。で、今回、何が原因かということは詳しくは説明されてなくて、まあ、人為的ミスということになっております。人為的ミスになるかっていう話ですよね。もともと1回抽選ものを、その、テーブルガチャのプログラムを組み込んで、何のために組み込んだかわかんない。それが間違って、本番に実装されたんですかね。はい。よく J アラートとか、北朝鮮からミサイルが飛んできたみたいなことのアラートを、間違えて練習用のがね、本番で使われてしまって、実際流れてしまってってことはありますけど、まあ、それは仕様的には一緒じゃないですか。でも一回抽選のものをわざわざその、テーブル方式に変えてまでやる意味って何なのかなって疑われますよね。意図的にやってたんじゃないかって疑われてもしょうがないですよね、これは。はい。ターミネーターとかね、アイロボットみたいな時代で勝手にね、AI が暴走して組み込んだとは考えにくいでしょうし。はい。テーブルガチャをでもする理由って何なんですかね、よくわかんないんですよね。バレたらこんなことになりますし、もしかしたらそのプログラム的なとこで簡単なんですかね、コスト削減になるんですかね、わかりませんよね。もしくは確率のね、そのばらつきをちょっとうまくね、まとめるために、収束させるためにそういうのを組み込んでるんですかね。さっぱりわかりませんけども、今回ことがあったので、まあ一つ一石を投じというかね、なんかこれがなんかきっかけとなって、厳しくなっていったらいいかなと正直思います。はい。こんなことがあったということでね。はい。まあ、ソシャゲ会がより良くなればいいかと思うんですけど、さて、ここでね、我らが第三国志でございます。第三国志はいかがなものか。はい、語っていきましょう。これ前々から言ってるんですけど、改めてね、今回の措置命令、スクエアエニットグミさん、グミにね、措置命令加わったことに対して、第三国者どうかっていうのを改めてね、見ていきたいと思います。さて、ガチャ、復刻ガチャ来てますね。影響割合です。はい。星 5%、星 4%30%、星 3%65%、星 2%0%、星 1%0%、星は重複して同一ものが出現する可能性があります。って書いてあります。はい。以上。シンプル is the best。 いや、違う。シンプル is the worst のガチャ仕様になってます。いや、これはね、ここ最近のソシャゲで見ても、ここまで何もない仕様の説明はないですよね。まあ、権利表示法に違反しないんでしょうね、こうやってやってるってことはね。ここ最近は事細かに一つ一つのアイテムだったり、キャラクターに対する確率表記っていうのは全部されてますよね。もう、これは当たり前のごとくされてます。もうこれをごっちゃ混ぜにして、最高レアリティが 5% っていうのは、もうこれはね、もう原始時代レベルですよ。やばいっす。で、第三国志をやってる方はご存知なんだと思うけども、これは運営から発表はありませんが、誰がどう見たって、ね、集計データとかいっぱいありますけども、同じレアリティでも、出にくい武将と出やすい武将が明らかに、あるんですね。今回の S 限定で言うと、限定武将、S2 って書いてある限定武将が出にくい。そして、こういうね、ゼニガチャで出る注意とか、諸葛亮が出やすいことになってるんじゃないかってことになってます。まあ、まず間違いないです。サンプル数がもうとんでもないことになってるので、それはもう間違いないんです。で、それが果たして、その、ユーザーにとってね、その、ユーザーとこの、まあ、運営側、ガチャが、まあ、平等かどうかってことなんですが、うん、これはね、ダメですよね、正直。ダメ。同じレアリティ体で確率が違うんだったら、その星6を作ってね、星6武将を作って、星5が例えば 4%、星6が 1% みたいな形でやっていく方、いうかそうしないとあまりに不平等じゃないですか。これを知ってるから僕もね、闇だって言いますけど、これから第三国志を始める方々、ね、何も知らない方々が、ああ、これ欲しいな、限定、みたいな。1万円、2万円、3万円突っ込んだ、あれ全然1万円も出ねえよ、みたいな。ことがね、天井もないですから。
起こりうるわけですよ。実際起きてました、ということで、これは非常に、不平等であると思います。それと、一つ一つのね、例えば、弓力、何しようかな。あと、名称とかでもあるんですけど、名称。名称って普通のガチャね。普通のガチャ。これ普通のガチャありますよね。これって、いつも随時新キャラクター増えてるんですね。新キャラクター増えてるんで、まあ分母が増えてるんですよね。分母が増えてることはもちろんね、一つ一つの確率っていうのも徐々に減ってるということもあるし、あとイベントでもね、この S 限定とかもそうだし、いろいろイベントガチャがあります。果たしてその星5がね、同じ、例えば、違う、A のイベントと B のイベントで同じね、武将がいたとしましょう。その同じ武将が果たして同じ確率なのか分かんないんですよ。毎回毎回内部で調整されてる可能性があるんですよ。一つ一つの武将が。うん。今回ちょっと上げようと。今回ちょっと下げようと。今回 S 限定、じゃあ売り上げ低いし、じゃあ、出やすい武将を、じゃあ、4.7% にして、出にくい武将 0.3% にしようという調整だってできるわけじゃないですか。中で、その確率ってどんな風に変わってるか分かんないわけですよ。はい。なので、これは、ダメですよね。ただ法律には、ね、抵触しないっていうことで認められてるということなのかもしれませんけども、あまりにこれは時代逆行してる流れなんですよね。まあ、だから、だけどこのゲームが好きで、やっぱりいっぱいお金をね、投じてる人もいらっしゃるわけですよ。で、もう引いて、もうブチ切れてやめたとか、許さんとかいう人もいるわけでございますけども、ちゃんと毎回ガチャで全ての武将の確率要求をしておけば、じゃあこれは引くまいと。今回これは渋いな、引くまいとか。そういう選択肢がね、あるんですよ。それがわかんないんですよ、ね、第三国史。全くわかんない。なので、もう引くときは覚悟しましょうって言ってるのは、もうその、悪い方としてはもう騙されるつもりじゃないけど、出ない。出たらラッキーぐらいの感覚でやろうってのはそういうことなんですよね。なんで僕ももう極力ね、こういうガチャは引くまいとは思ってるんですけども、まあ言うてもね、このゲームが好きだし、ちょっと欲しい部署があったらと思ってね、まあちょいちょい引いてるわけでございますけども、ここら辺がちょっとやっぱり改善されないとやばいなぁとは、ね、正直思うとこでございます。あと、この交換に関して、ちょっと一つ言っときたい。前も喋ったことあるんですけど、転籍転造ですね。転籍転造なんですが、多分この登園決議って、多分ソットの品だったの、昔の多分仕様は僕覚えてるんですけど、多分3体だったと思うんですよ。登園決議ってのもね、もちろん劉備、関羽、張飛なんですけども、まあ、3体で登園決議ゲットだったと思うんです。確か全部星5じゃなくても確か良かったけど、星5劉備と、星4関羽、星4張飛ってわかんないけど、これはなんか、景品表情になんか、引っかかるんじゃないかって言われてたんです。いうのがコンプリートガチャ、コンプガチャですね。これはもう規制かかってて、昔のゲームなんか 10体とか、10体の、まあ、コーレアのキャラクターをゲットすると、10体揃えると、さらに上位の、すごいキャラクターゲットできるみたいなことがあったんですけど、その10個をコンプリートさせるために、めちゃめちゃお金を使う。いわゆる社交心、ギャンブルと一緒ですよね。で、それは社会的な問題になって、それでね、多額の借金をするとか、まあいろんな問題が発生してということで、そのコンプリートガチャの規制があったんですよ。なので、多分投影決議も、それコンプガチャに規制し、まあ、引っかかるんじゃないかと思って、多分、一体交換になってるんだと思う。おそらくですけど。で、三体交換とかあるんですよ。転籍で、まだ僕変えてないんですけど、例えば、これね、極か左高か、わかんないけど。星5幹部賞3体なんです。これは、星5幹部賞っていう、ね、限定してるわけだ。これが例えば、ここにある、漢の芝居、漢の蔡文姬、漢の露食、
を限定してたら多分引っかかってるのかもしれないけど、引っかからない中で、ある程度選択肢が広がるというか、入試率が高い中でのこの交換はおそらくコンプリート型引っかかってないんじゃないかなと、もうわけでございます。はい。ということで、まあ私の願いは、もちろん第三号紙ね、確率表記してもらって、まあ天井はまあいいっすわ。まあ天井はいいとして、確率表記、個別表記は今後してほしいし、日本の経人表情がそうしなきゃならない義務化、法整備をどんどん進めていって、消費者がね、本当泣き寝入りするようなね、まあ、ソシャゲ界、今ね、本当ね、グレーゾーンが多すぎると言われてるんですよ。なので、まあ、しっかりね、ちょっと消費者庁の方、ね、やっていただきたいと思います。はい。ということで、私、この10名マイクは、一応引きますけれども、日曜日のね、ライブ配信100回記念でやろうと思いますので、よろしくお願いします。確率の壁を越えて当てちゃいます。ということで、お酒は私の手間さんでした。ありがとうございました。